いろんなものに対する対応の仕方って言いますか、柔らかく対応するということが大事だと。雪が積もって柳が折れないでいるという、そういうところが柔道の精神じゃないですか。仕事は今ボランティア活動、柔道、子どもたちの柔道の指導と、総合型スポーツクラブの理事長をしてます。少年団っていうのは3歳ぐらいから中学3年生ぐらいまで一つの家族なんですね。私が柔道を始めたのは湧別町っていうところで、24歳の時から柔道主人に教わりました。私の娘は3人です。長女マサエは小さい時に活発だったんですね。オリンピックには3回出場しました。で、アテネオリンピック、北京オリンピック、金メダル取りました。柔道の練習では父はすごい厳しくて、で、母も柔道の時は厳しかったんですけど、家に帰ると優しくしてくれたりしました。父と母も柔道してたので、柔道のことをよく分かっていて、応援してくれたりしたので、はい、とても良かったと思います。次女ヨシエはアムステルダムの世界選手権でもう初めて優勝で、ロンドンオリンピックは銅メダルだったんですね。私は小学校の時にいじめられてて、で柔道が強くなるにつれて、その自分に自信がついて、いじめを克服できたっていうところがあるので、やっぱそこにも自他共栄っていうのがあるんですけど、他人も傷つけない、他人も自分も成長していくっていう部分で、はい、教育だなって思います。三女智恵は高校3年の時に世界ジュニア優勝、実業団に入って同じ三井住友海上グランドスラム東京で優勝、はい、柔道っていう目標、もう家族で頑張ってきた、でそれがすごく家族の強力なつながりもあったし、その周りの人の応援もありました。で一生懸命すいません、なんか思い出す、柔道は私にとって生きる証っていうか、今の生活の中で私にとって柔道は全て、はい、全てですね。鏡開きはあれですね、加納先生が、柔道において始められて、一つの稽古始めみたいな最初の行事ですね。それを鏡開きと言います。寒稽古というのは、柔道普段修行しているものが一番寒い時期に技術ばかりじゃなくて精神を鍛えるという意味で加納先生が始められた冬のトレーニングの方法です。柔道がこれだけね、世界中に普及されたということ、これはやっぱり加納治五郎先生が作られた柔道というものが世界的に認められたということであってね、日本人として最高のその喜びですね。
Japan to me is where it all starts and where you need to be to really feel it. It's been a lifelong dream. Here you really get the feeling you're home. It's all sorts of nationalities, it's also all sorts of levels and all sorts of, to a certain extent, different judos but with the same mindset.No matter where you go, no matter where home is, as long as you're on a dojo, you're home. カノジゴ先生は柔道をすることによって本当に人間としての人格を養いたいという人がありますね。己を完成して世を保育するという柔道という道を通じて人間完成を目指して社会に貢献するような人になりなさいということでしょうね。柔道を学ぶことによって人間として社会に貢献できるようなその道を修行するのが柔道であるということでしょうね。